いやあ、この間は散々だったな。高月、あれから体調は大丈夫なんとかな。二日間、ジンマシンが消えなかったがお疲れ。いいより高月君も、ヤっホー。ある日、く橋。ぎっ、くそつまいんじゃん。最悪。黙れ。お前らも昼飯食いに来たの心配してたけど仲良くやってるじゃん。いや。 店の前でたまたま出くわしただけだから、断じて一緒にランチしに来たわけではない。カジピの顔見ながら飯なんてお腹壊しちゃうに。本当だよね。息が合ってるように見えるが。<laughs> まあ、時間の問題だろう。ほら、座れよ。そういえばさ、今日の歓迎会はみんな参加するよね。もちろん、ミラミラが絶対こいつってたから行く。あの様子からするに。 参加せざるを得ないだろう。だよね。いや、それにしても、財前君は偉いな。宮園のために頑張ってるみたいだな。俺、あんな生意気なのがペアだったら、ぶっ飛ばしちゃいそうだもん。そういう物騒なこと言うなって。ごめんなさーい。しかし、あの宮園とかいう一年の態度は本当に腹が立つ。ツンツンくんな、帰り君的には面白いけど。 ミラミラはいい子ちゃんだから全部まともに受けて向き合ってんだにゃああいう子供っぽいのは放っておくのが一番だと思うけどなでもずっとこのままってわけにもいかないしちょっとずつ交流を深めるのは大切だと思うぞまあねでも相手があれだよそんなうまくいくかねこういうのはなるようにしかなんねえべ同意する無理な時は何をしても無理だまあ 財前君の気持ちが報われるといいけどねそうだなあれだけ一生懸命なんだからきっと届くよいやーフェスの手続きって案外めんどくせえなこんないろいろ提出しなきゃいけねいなんてびっくりだつかカラーレーション本部ってすげえ綺麗なんだな 俺の地元にはこんな建物なかったわ宮園のとかどうだったおいおいなんか反応しろよ一緒にいるんだから一緒に歩いてるつもりないんだけどたまたまエントランスで遭遇して目的地が同じだっただけでしょまあそう噛みつくなってお前先輩たちにもいい加減心開けよういつまでその態度でいるつもりなんだ俺がどうしようとお前に関係ない キャスやすくしゃべりかけないでくれる田舎の山猿と話す趣味ないからいや山猿って俺 <laughs> 他に誰がいるんだよバカ口が悪いな一年は俺たちだけなんだぞ一緒に頑張ろうぜお前も音楽が好きだからここにいるんだろまあそうだけどあ,あれあそこにいるのって 最悪おーい小宮山でけえ声出すなようるせえお前ら何してんだフェスに関する書類出しに来たんすよ僕たちも今ちょうど出してきたところです4人揃ってなんて仲いいっすねなあこのあと歓迎会があるだろうどうせならみんなで一緒に行くかって話になってさなるほどあじゃあ俺も一緒にいいっすかうんみんなで行こう 宮園、お前も来るだろは何にだから、榊と宮園の歓迎会だって、霧島から連絡行ってるだろ他の奴らもみんな来るぞ。ああ、あのクソみたいなメッセージね。あまりにも興味ないから消しましたよ。なんでそういうことするんだよ。そうですよ。宮園くんが楽しめるようにって、未来さん、たくさん準備してくれたんですよ。いらないなあ、そういうおせっかい。 虫図が走るわおい待てよ言っていいことと悪いことがあるんだろうがはそんな気遣い必要あるあんまり調子に乗るんじゃねえぞ調子に乗ってるのはどっちですかはあせっかくだから指摘して差し上げますね去年のカラーソニック拝見しました最初から最後まで全部率直に言って 退屈な青春映画でも見せられてる気分でしたバーディーがどうとか2人の気持ちがどうとか頭悪い発言ばっかり絆友情そんな目に見えない気持ち悪いものにすがりついて恥ずかしくないんですか本物の音楽が作りたいなら自分のスキルを上げるべきでしょう人間の感情なんてすぐ形を変えてしまうのにそんなあやふやなものを大事にしていい音楽が作れるんですかね 音楽に必要なのは心じゃない。技術です。あなたたちみたいに生ぬるいことしてたらトップにはなれないでしょうね。その言い方は違うと思います。僕たちは真剣に音楽に向き合ってる。だから桐島。未来さん。宮園。お前の考えは間違ってるよ。どこが音楽には心が必要だ。絶対に それを失ったとき、俺たちはクリエイターじゃなくなる。今、カラーレーションが何を目指しているのか、何を守ろうとしているのか、お前は分かってないのか。売れる音楽を作れ、トレンドになるような曲を生み出せ、政府に言われたことを続けた結果、カラーレーションのエンタメは、大事なものを失ったんだ。わかるだろそれが心だよ 自由を楽しむって心、はあ。でもカラーレーションは変わろうとしてる。機械みたいな薄っぺらい作品じゃなくて心の底から湧き上がるようなすっげえもんを作ってた時代に戻ろうとしてる。だから未来を担っていく俺らだからこそ今心を失ったら絶対にダメなんだ自分が作ってる音楽の楽しさを 隣にいる仲間と生み出す感情を大事にしないとダメなんだよお前は何のために音楽やってるんだ好きだからじゃねえのかよ技術だけあればいいなんて考えの方が俺は中途半端だと思う話はそれだけですか俺もう行くんで宮園 歓迎会来いよ待ってるからな、うん、やーべえ <laughs> やっちまった余計なこと言ったかもしんねううん、うん、そんなことない未来くんすっごくかっこよかった俺の心にも響いたよえそうか 最高でしたケースああすっきりした僕なんて感動して泣きそうでしたよ未来さんの言葉ほんと素敵でしたあいつにも届いてるといいけどなったかあの野郎次にふざけたこと言ったらマジで殴っちまいそうだ暴力はダメですよ嵐んだってよあいつ 来てくれっかな。もしもし宮園ですええ明日の晩予定通りそちらへ伺いますねはい今晩ですかああいや何かあるってわけじゃ 宮園歓迎会来いよ待ってるからな、はあ、すみません今晩はやっぱりちょっとはい明日でお願いしますそれじゃ、はあやっぱり一発言ってやんないと分かんないかなまあ、お気楽御曹司にはそのくらいがちょうどいいか ほんとめんどくさ <laughs> まあでも焦らなくてもいいかどちらにせよぶっ壊れるのは時間の問題だしね